カトリック陰謀事件、カトリック陰謀事件、カトリック陰謀事件、ポピッシュプロットは、1678年から1681年に発生したイングランドのカトリック教徒が国家転覆の陰謀を企てているという陰謀の鉄像と、それに伴う集団ヒステリーの事件、社会現象である。鉄像されたテロ計画が本当に存在していると信じられ、イングランドの 反カトリック感情を煽って国全体がパニックに陥った。二年半にわたってカトリックを敵視した立法、裁判が横行したが陰謀が全くの劣造であったことがわかると行き過ぎから反動を起こして反カトリックを鮮明にしている保育地の地位を低下させた。その後、1680年代においてヨーク公、ジェームズのや、 国王即位の道筋をつけることになった。新教と革命の記憶も生々しい1670年代、イングランドには反カトリック感情が根強く残っていた。国王チャールズ2世妃キャザリンや王帝ジェームズがカトリック信仰であったことは、ジェントリやロンドン市民を一層警戒させ、緊張状態が続いていた。その中で以下の人物が事件と混乱に関わった。 オーツとトングが仕掛けた鉄道陰謀事件は当初ほとんど信用されなかったが、二つの事件を契機に一挙に信憑性を得、最初はロンドン、次にイングランド全土に集団ヒステリーをもたらした。無実のカトリック信徒が処刑され、議会でもカトリックを排除する動きが活発になり、果ては模倣犯まで現れる事態となった。トングは、 イエズス会に不満を鳴らす大津に出所不明のパンフレットを見せた。そのパンフレットに曰くイングランドナイゼニアチャールズ世・一世処刑1649年、果てはロンドン大火1666年まで全てがイエズス会の仕業であるという根も葉もないものであった。彼らはこれをもとにカトリックのイエズス会と長老派、長老派はプロテスタンに属し、 実際はありえないことだったがが手を組み、以下のような陰謀を企てているという話を、でっち上げた。1678年8月、大津とトング両名は、カトリック教徒の間に、無本の企てありと吹聴調して回った。トングは、国王チャールズ2世に上進すべく、ホワイトホール宮殿に赴いたが、チャールズは、ニューマーケット競馬場に遊覧中で留守だった。代わりに話を聞いた。 ダンビー・ハクは、口頭無形であると一周した。今度はオーツが、治安判事ゴドフリーに会って、弁説を振るったが、これも、まともに取り合ってもらえなかった。それでもオーツは諦めず、捨てを頼ってコールマンに訴えたが、コールマンはゴドフリーからあらかじめ知らせを受けていたので、同様の対応しかなされなかった。陰謀鉄像は失敗したかに見えたが、二つの事件によって事態が急転した。 一つ目は、ゴドフリー編集の方であった。ゴードフリーは、自らの剣で刺された上、首を絞められた遺体で発見された。捜査のなく犯人は分からず、カトリック教徒が、陰謀の情報を知る者として抹殺したのではないかと、噂された。さらに、カトリック教徒で、ヨークコーヒー秘書のコールマンが、フランス宮廷の要人と手紙で連絡を取っていた、ことが露見してしまった。 コールマンが受け取った手紙には大金が添えられており、これが桑ワの軍資金で背後にフランスがいると考えられた。もっとも手紙にはこの資金をディストリビュート、配布してフランスと好関係を保つようにという旨の文言が書かれていたが、あっさしなて暗殺の資金として用いてフランスの言うがままになるようにという趣旨で広まった。 このように話が歪曲して伝わった経緯は今も明らかでない。二つの事件は元よりイングランド人の間にくすぶっていた反カトリック感情を一気に紛失させロンドンはチューダー朝時代の宗教戦争の様相を呈したロンドンのプロテスタントは皆殺しに遭うのだというパニックに実際のところロンドンのカトリック信者は 人口の千分の一に満たず、木としたところで実行できるはずもなかった落ちいった。パニックの中で、ゴドフリー暗殺の犯人として、無実のカトリック信者数名が処刑された。カトリックへの敵は、空前の勢いとなり、オーツとトングは陰謀をいち早く暴いた国民的、英雄なった。オーツの発言は、神の予言であるかのように受け止められ、それを良いことに、手当たり次第に、 カトリック聖職者を求断した。名指しで非難された聖職者たちは、問答無用で裁判にかけられた。大津の主張を疑問視する者はすなわち、陰謀の加担者であるとされ、アイルランド総大司教、オリバー・プランケットら霊名余りが、無実の罪で処刑された。この間、大津批判を行ったダニエル・デフォーは厳しく非難、されている。野党的地位にあった、 シャフツベリハクラ・ハン・カトリック旧神派がこの勢いに乗って議会や公職からカトリックを排除する審査法制定に持ち込み、ヨーク公、ジェームズの多い継承権を剥奪す多い排除法案を提出した。旧神派議員たちは国王の側近ダンビーハクによって王室がフランスのルイ14世から財政援助を受けていたことを暴き、ダンビーハクを失脚に追い込んだ。この時の派が 後に、ホイックと呼ばれるようになった。翌1679年には、粉桶陰謀事件なる模倣犯まで現れる事態となった。教皇状態下のロンドンで、長老派の不満分子が、ジェームズの大位継承を阻止せんと画策し、陰謀の証拠書類が、カトリックのサンバエリザベスセリアの自宅の荒引き粉を入れる桶に隠されていると主張する者が現れたので、ある。 果たして書類は発見されたが、主張したトマス・デンジャー・フィールドの発言は疑問視された。彼は投獄され、粉を陰謀は、実際の陰謀である、国王暗殺を隠すために流した噂だと行きまいた。彼を見る周囲の目はもはや狼少年を見る。それであった。同時大臣は、このように述べているが、実際に、狂った群衆となったのはむしろ、プロテスタント住民であった。 恐怖から来るカトリックへの圧力に、王帝ジェームズはブリュッセル、ベルギーに避難せざるを得なかった。他のカトリック信徒も、ロンドンからの退避を余儀なくされ、国外亡命が可能なものはフランスなどに一時的に逃れ、オーツは2年半にわたって我が世の春を謳歌したが、1681年の秋になると、当初のヒステリー状態は沈静化してきていた。次第に、 大津の主張は信憑性を失い、逆に自分が偽証罪の容疑で裁判にかけられることになった。裁判の結果、大津は首かせつきで晒し台に乗せられ、市民の投石の的になったが、死刑は免れた。こうして、無実のカトリック数十名を残首に追い込んだ、長本人である大津は死刑を免れたばかりか、名誉革命後は年金を得て、裕福な晩年を過ごした。 オーツが交遇されたのは、名誉革命後の論功交渉によるものであった。革命によって王位についた、ウィリアム三世は、旧神派、ホイックとそれに組みした者を交遇した。オーツもその恩恵に預かり、年金を増額された。事態の沈静化は一方で、ホイックの勢いが止まったことも意味した。一連の陰謀が絶造だったことがわかると、次は、トーリア、カトリック側が、 高生に出た。それでなくても、チャールズ2世は、議会の解散など欧権を巧みに行使して、弟を守っていたが、一連の騒ぎの結果、ジェームズの王位継承を阻むのは困難になり、シャフツベリハクラホイックは、軍事クーデターを拡策し、翌1683年には、ライハウス陰謀事件を引き起こすことになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。